はい。皆さん、こんにちは。ワンダリグルフィッシュです。では、今回は SD ガンダムジェネレーション F91 編。続きをプレイしていきたいと思います。SD ガンダムジェネレーションはファーストガンダムからずっとプレイをしてきましたが、おそらく今回はね、最終回になるんじゃないかなというふうに思っています。最後まで皆さんにお付き合いいただければ嬉しいなと思います。では、シナリオ導入部分ですね、すでにご覧いただいていますが、このまま続きをプレイしていきたいというふうに思います。これは画面に映ってるのはラフレシアですかね。ラフレシアは、この F91 編の中で最もコストの高い機体になってたと思います。ステージ5。ラフレシアプロジェクト。では、早速、編成から確認して、戦闘画面に入っていきます。さあ、敵味方の位置から確認していきましょう。まず、ここに、一隻いますね。これはラーチャター3機搭載してます。こっちにもいるかな。いない。こっちにはいないですね。となるとだいぶ味方の数は少なそうですかね。コロニー内にはラーチャターのみ、モビルスーツ3機のみですね。デフォルトで用意してくれてる機体は。で、ここ宇宙の方はというと、ラーチャターが3隻展開してますね。敵の方は全部で、うわ、数が多いな。7隻というところかな。これをじゃあ全部撃破していくという戦いになりそうですね。まずは、コロニーの中に誘い込むという戦いがいいのかなと思うんですが、いかがでしょう。できればコロニーの中に逃げ込みたい。逃げ込む前に撃破される可能性も、なきにしもあらずなので、ちょっと入れるかどうかだけ確認しましょう。入れない。入れないぞ。入れないが、次のターンで確実に入るために近づいておきます。この外で戦って消耗戦になった挙句敵にレベルアップされるぐらいであれば、ここはコロニーの中に入って、コロニーの中で敵を迎え撃ちましょう。コロニーの中であればね、自分たちが用意してきた機体、まあ、例えばアルパーシルとかね、そういう機体も使えますので、ここは我慢一度します。敵の侵入経路は2つか、ということは部隊を2つに分ける必要がありそうですね。どっちから入ってくるかというのを見定めていきましょう。では自前機体、クラスチェンジできる機体は、ヤクト動画。これ前回レベルアップしましたよね。サイコ動画になれるのか。コスト850のサイコ動画。詳細見ましょう。攻撃力が26、防御力が26。基本スペックですね。ビギナギナが攻撃力38、防御力32か。攻撃レンジを考えたら、サイコ動画の方が、メガアーム砲ファンネルが7あるんですけど、機体性能を考えたらビギナギナですね。ここはちょっとビギナギナを選択していきましょう。ここもビギナギナか、ガンダム F90 か。ガンダム F90 はちょっとスペック的にだいぶ落ちるな。ビギナギナにしましょう。ここは最後の戦いになると思うので勝ちに意識集中していきたいと思います。ではグループ編成して発進しましょう。まずはそうだな、ラーカイラムの方には主力、アルパージル、サザビー。まあ、まんべんなくね、配置はしていきましょうか。結局のところ、右と左に分かれて、主力部隊を分けていく形になると思うので、ある程度、部隊をね、均等な強さに維持しておくというのも重要な要素になるかなと思いますので、こんな形でいきましょう。で、残りは、同じようなものなので、オート編成してしまいます。で、右と左に分かれて出撃です。で、コメントの方でね、まあ、雑魚モビルスーツ用意するぐらいだったら、解体して、高性能機体とかね、高性能戦艦とかにしたらどうですかっていうね、アドバイスいただいたんですけど、例えば、この F91 編、逆襲の斜編でいう底辺モビルスーツ、ジェガンがね、それに当たると思うんですけど、ジェガンはですね、解体すると
軍資金15なんですね。それに対して例えばなんですけども、ニューガンダムコスト1100、ラーガイランも1000いくつとかだったと思うんですけど、もう全くお金の足しにならないという現実問題があってですね、ちょっとここは無理じゃないかというのがあって、もう底辺モビルスーツも使わざるを得ないっていう状態ですね。でジェガンなんかをじゃあ全部破棄して、じゃあニューガンダム1機作ったらどうかっていうのもあるんですけど、その場合ですね、攻撃回数とか敵を包囲したりとか閉じ込めたりとか、そういう戦術面を考えた場合はですね、さすがにジェガン10機あった方がいいです。まあ10機じゃ足りないんですけどね。ジェガンは廃棄しても15しか手に入らないですが、ニューガンダムは1100かかりますからね。なのでジェガンはジェガン、底辺は底辺としてうまくね、戦ってもらいたいと思います。ここ敵がモビルスーツ隊を出してきてますけども、この後我々はコロニーの中で戦っていきましょう。ではモビルスーツ隊に展開していきます。まあ、ある程度敵が侵入できる場所を残して、あとは敵を誘い込んで倒すっていうね、そういう戦い方をしていきたいと思います。なのでモビルスーツ隊を展開して、ここで敵を一気に仕留めていきましょう。でまず左側ですが、こんな感じでモビルスーツ隊で展開しています。さらに方位を狭めておきたいと思います。右側、数が少ないんですが、同じような体制を考えています。で、この次のターンでコロニーの中に艦隊を戻すので、戻した艦隊はね、マップの右側に配置して、そこで方位陣をね、敷いていきたいかなと思います。はい。ちょっとですね、今、仕様を確認して、コロニーの中に入ってきた時にはこのベイっていうんですかね、港のところに敵が入ってくるだけなので、こういう感じでもうベタッとつけました。これであればここに敵が入ってきた時にここ戦艦ぶち抜けるので、こういう戦い方をちょっと考えてます。だいぶね、古速かつ見てる皆さんからすれば、それのどこが面白いんだと、ね、お叱りもあろうかと思いますが、まともにやってるとね、敵も強いし数も多いので、ここは逆にゲームの特性を生かしてこういう戦い方をしていきましょう。まあ実際戦術的にもね、こういう戦い方はありなんじゃないかなと思うんですけどね。敵をあえてね、ここに誘い込んで、ここで一気に敵を潰していくっていう、そういう戦い方ですね。ちょっと気になってることが一つあって、目標というか、まあ戦い方というかがですね、敵のコロニーへの侵入を防げっていうね、そういうお題目がついてたのがちょっと気になってます。これ侵入されたことにはなっちゃうんじゃないかななんて思うんで、侵入されたことになってるとすればね、この時点でもしかしたらゲームオーバーになっちゃうんじゃないかなっていうね、ちょっとそういう気もしてますが、まあ一回やってみましょう。逆にマップの右側が数がやっぱり少ないので、どうだろうなっていう感じですね。敵が湧き出てくる可能性がだいぶありそうです。なのでこの湧き出てきた敵を、まあ、潰していくっていうのがこの右側ではやらなきゃいけなそうですね。ただここでもやっぱり敵のね、戦艦さえ叩いてしまえばそれで終われるので、敵の戦艦をね潰していきましょう。さあ敵が予定通り進行してきましたね。ただモビルスーツ隊展開しなそうだな。モビルスーツ隊展開してくれるんだったら、そのモビルスーツを無視して敵の戦艦をと思っていたんですけども、このまま行くとモビルスーツ隊展開せずにモビルスーツ隊を収容してから入ってくるっていうことになるので展開できないですね。モビルスーツ隊をあくまでも移動して戦艦に乗せてから侵入してくるので、モビルスーツ隊が展開できない、そういうことだな。これは格好の餌食だな。
敵がね入ってくるのが右側にだいぶ偏っているなっていうのがちょっとあるので、左側に展開した部隊の一部を右側に移動させますか。まだ到着していないこの辺りを、右側が3隻入ってきましたけど、左側はまだ1隻も入ってきていないっていうね、こういう状況なので、ここはこの状況を最大限に、まあちゃんとね対応できるようにということで、左側に向かっていた部隊の一部、これをですね思い切って、まあ、ちょっと出遅れ感はありますが右側へ移動していきましょう。で、右側に関しては敵の戦艦3隻入ってますので、これを潰していきます。さあ、右側の戦艦3隻は撃沈済み。で、左側1隻、ラフレシアの乗った戦艦1隻残っちゃってますね。さあ、ではラフレシア出てきましたので、これせっかくなんでね、ラフレシアと一戦、交えてみましょうか。どれほどのものかというのも含めて、ちょっとラフレシアに一度攻撃を仕掛けてみましょう。その後はね、もう戦艦を沈めに行きます。ただ戦艦も少し回復してます。なので、高性能機で一気に潰していきましょう。ラフレシアのヒットポイント28000、拡散メガ粒子砲ですね。あ、でも5000ぐらいか。なんかむちゃくちゃな一撃死するようなダメージではなかったですね。ではこれで攻略完了していきましょう。最後はアルパージールのファンネル攻撃でザムスガル最後の一石撃沈してます。まあ、これね、次のステージあれば場合によってはラフレシアの捕獲という選択肢もあるんですけどね。これでステージ攻略完了になります。いや、 SD ガンダムジェネレーションも長かったですね。ではエンディングになります。過去の記憶を忘れ、戦乱の記憶を他人事と言っていられる時代でも、思想の歪みは平和な時の流れを許さなかった。戦いはどんなものでも、それに巻き込まれていった人々の悲しみのみ多く残していく。今一つの戦いが終わった。しかしこれはまた新たな物語の始まりに過ぎない。ということで、 SD ガンダムジェネレーションシリーズ、一番最初のね、ファーストガンダムからここまで、最終作まで進めていきました。いかがでしたでしょうか。この後もね、ガンダムのゲームは今いろいろと集めてますので、幅広くやっていきたいと思いますので、ガンダムファンの方はね、ぜひいい楽しみに、いい時に厳しく、時に温かく見守っていただければ嬉しいなというふうに思っています。では今回はこれで、終わりにさせていただきたいと思います。